皆さんこんにちは。今回もコントラファゴットについて紹介します。さあ、ということで今回からちょっと指に関して実際に音を出していきたいと思います。で、開放の音っていうのはもちろん存在して、普通のファゴットと同じようにファの音が出ます。で、これはコントラファゴットの楽譜の中では平音記号のあの5線の中のファです。だけど実音はどこに来るかというと、実際は平音記号の5線の下のファの音ですね。普通のファゴットだと下のファの音程がコントラファゴットの開放のファです。ですから基本的に1オクターブ下が出ると思ってください。これが開放の F です。で、こっからファゴットと一緒です。ファ、ミ、レ、ドっていうこれだけです。というふうに降りていきます。この半音下の S もしくはディスはどうやって出すかっていうと、楽器によってキーがついてるついてないっていうのがあるので、その時使うコントラファゴットで見極めてほしいんですけど、一つはここにどの時こう押さえますけど、この1個上のこれをつけることで S になります。で、もう一つはこれ楽器によってなんですけど、もしこっち側にこれが A キー、上にもう一つキーがある場合は、これは大体 S キーです。なので、このキーがついている人は、レの指にこの S キーをつけて、というふうに音が出ます。ですので、大体この2つで音が出ますので、やってみてください。で、チスはどうやって出すのかというと、とファゴットと一緒で、ここにチスキーがあります。このチスキーを杖の指に押してみるとというふうにチスが出ます。まあ簡単ですよね。さあ、こっから半音で下がっていくと、基本的にファゴットと一緒です。最低音のベーです。ですので、この下に関してはあんまり問題ないと思います。で、とにかく息がスコスコ抜けていきます。ですので、今みたいに一個ずつ音をしっかり出していこうと思うと本当に息が足りません。で、コントラファゴットは特にこの一番下の音ですね、ここら辺気持ちいいですよね。気持ちいいので、もう音程もよくわかんないぐらいな感じになってきますけど、本当に振動のハタ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 っていうのが自分に聞こえてくるような、そんな感じの音域です。ここら辺も本当に気持ちいいですね。で、コントラファゴットの難しいところっていうのは、音を出すこと自体はそんなに難しくないと思うんですよ。まあリードがちゃんと良くて、楽器がある程度メンテナンスされてれば、音を出すこと自体はそんなに難しくない。特にこの F から下の指っていうのは普通のファゴットと一緒ですし、だけど難しいのは音程を取るっていうことなんですよね。で、音程も実際ね、しっかりと本当に音程がパチッと頭に入る人だったらいいですけど、僕なんかもう聞いてて高いのが低いのがよく分かんなくなってくるんですよ、コントラファゴットって。で、まあ、今回3年ぶりぐらいにコントラ吹きましたけど、本当に音程がさっぱり分からないので、結構チューナーを見ながら音程確かめてみて、
である程度この音はだいたいこういう風になるんだなって。で、結構コントラファゴットって難しいのが、こっからここまでの音程はいいのに、こっから低くなるとか、こっから高くなるとかっていう、このゾーンが割とある感じがするんですね、僕なんかは。なので、そこら辺も自分の使ってる楽器で見極めて、そして、だいたいこのぐらいの音域の時にこうだっていうのを分かってたりだとか、この音は特別低くなるとか高くなるとかっていうのはあると思いますので、リードにももちろん左右されますが、だいたい楽器の特性としてもそういうものを掴んでおくといいんではないかなと思います。今日はこの上、ツェーまでやっていきましょう。で、ツェーまでは基本的に普通のファゴットと一緒です。吹いていきましょう。で、フィスの指は基本的に一緒です。小指も親指で押すのもファゴットと同じような位置に指がありますので、それを押さえてみてください。で、このハーフホールどうするのかっていうんですけど、キーなのでハーフホールできないので、そのまま開けます。だから人差し指を開けます。そうすると、もう一つ小指の方も出してみますね。これでもフィスが出ます。で、やっぱり今チューナー見ててもそうなんですけれども、まあ普通のファゴットと一緒で、親指の方がちょっと高めに音程が来て、小指にするとちょっと低めに来る、落ち着くっていう感じですね。さあ、その後ゲーなんですけど、ゲーも一緒です。ここの人差し指だけ外してください。ギスも普通のファゴットと同じで、小指にギスキーがありますので、それを押さえてください。だけど、それだけで出る場合っていうのは、まずそれでいいんですけれども、例えば今のこのリードとこの楽器では出ないんですよ。で、そういう人も結構多いと思います。で、その場合はどうするかっていうと、この親指のアーキーに相当するところをつけてください。そうすると、というふうに出ますので、これも試してみてください。で、次、アーはさっきのアーキー、この真ん中のキーですね、親指の真ん中のキーと、あとは普通のファゴットと同じ指です。というふうに、普通にアーの指で出ます。で、ベーなんですけれども、これも一緒です。ただ、この親指のキーがですね、アーからツェーまでって全部同じ指です。普通のファゴットだと、アーキーとそれからハー、ツェーのキーって違うじゃないですか。で、アーはアーでしか押さないので、アーのキーちゃんと押してくださいよって初心者の人によく言うんですけれども、コントラファゴットの場合はそれ一緒です。なので、これも同じ親指を押します。親指がアーと同じキーを押せばいいというだけで、後の指は全て普通のファゴットと一緒です。ハーも同じです。これも同じ指で、その親指がさっきと同じ、アーと同じキーを押すというだけですね。で、ツェーも一緒です。これも普通にこのツェーにこっちのアーの時から押している真ん中の指をつければ、それで音が出ます。さあ、こっから上は普通のファンオットとちょっと違いますので、次回紹介していきたいと思います。エビチャンネル、このようにファンオット中心にクラシック音楽様々なことについて発信していきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。またオンラインサロンもやっておりますので、さらに深く情報を知りたいという方は、ぜひ概要欄から月額1000円のオンラインサロンを入会してみてください。それではまた。